から学ぼうゴルフレッスン。プロ、はい、今日はどんなレッスンですか？今回も、パターのレッスンなんですが、上りのフック、スライスを打つコツ、これをちょっと勉強してみましょう。お願いします。はい。今回のレッスンは、パターなんですが、上りのフック、スライスの打つコツ、これを少し勉強してみましょう。今回上りのパターなので、ライン、自分なりに見えたラインっていうのがあると思います。また人それぞれのタッチ、強さっていうのがあると思いますが、もちろん打ちすぎは厳禁です。必ずタッチは自分なりに合わせてみてください。その中で一つコツとしまして、上りなのでしっかり打てます。ですからラインは少し薄めに読みましょう。自分なりに見えたラインに対して構えます。打つときにこれを、膨らますぎて、例えばこの上りを膨らましすぎて打っちゃいますと、これはもう全然入らなくなっちゃいます。自分が見えたラインよりも少し薄めに読んであげて、自分なりにしっかり打ってあげる。で、外れたときは仮に下に外れても結構です。それぐらいの気持ちで打ってあげると、入る確率っていうのは格段に上がっていきます。上りなので、下りよりもしっかり打てます。しっかり打てる分、球の回転も前へ前へ早く行ってくれるので、薄めのラインで打っても、入る確率は上がってきます。あまり膨らましすぎますと、上りは入りづらくなってきます。こういうことを考えて、パターコースでぜひやってみてください。上りなのでしっかり打てます。自分なりに見えたラインに対して構えます。例えばこの上りを膨らましすぎて打っちゃいますと、これはもう全然入らなくなっちゃいます。少し薄めに読んであげて、自分なりにしっかり打ってあげる。で、外れた時は仮に下に外れても結構です。それぐらいの気持ちで打ってあげると、入る確率っていうのは格段に上がっていきます。しっかり打てる分、球の回転も前へ前へ早く行ってくれるので、薄めのラインで打っても、入る確率は上がってきます。あまり膨らましすぎますと、上りは入りづらくなってきます。